皆さんこんにちは、しなたんです。と今回はだいぶ前に紹介したこの MAC のアイシャドウを使ってメイクをしてみました。で今日はちょっとおんまゆにしたりとか、ちょっといつもと違ったようなメイクをしてみたので、よかったら皆さん見てみてください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。まずチフレのメイキャップベースクリームを塗ります。はい、そしたら今回はマット肌に仕上げたいなと思ったので AC のハイカバーマットリキッドファンデーションヘルシースキンを使っていきます。そしたらザセムのチップコンシーラーをしていきます。そしたら仕上げに AC のハイカバーマットパウダーヘルシースキンをはたいていきます。こんな感じでベースメイク完成です。アイメイクに移っていくんですけど、アイシャドウの発色を良くするために MAC のプレッププレーム24アワーエクステンドアイベースというやつを塗っていきます。これぐらい少量で大丈夫です。メイベリンヌードパレットブラッシュの01のこの色をアイホール全体に塗っていきます。では LBGIZS ゴージャスサングリアのこの色を二重幅よりちょっと広めに塗っていきます。そしたら今回の主役の MAC のエクストラディメンションアイシャドウアマラスアロイという色を上まぶたの目尻から目頭にかけてグラデーションになるように塗っていきます。であと下まぶたには全体に塗っていきます。はい、アイシャドウはこんな感じです。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナーのブラックを使ってアイラインを引いていきます。したらメイベリンのヌードパレットのこの色でアイライナーをぼかしていきます。はい、こんな感じです。アジリカマジュルカのクリームペンシルアイライナー DR611 番で下の粘膜を埋めていきます。そしたらビューラーをしてまつげを上げていきます。そしたらケイトラッシュマキシマイザーをしていきます。はい、そしたらマスカラ下地を乾かす間に先に眉毛を描いていきます。リボのアイフル眉積み A ソフトブラックで眉尻をかたどっていきます。エルフのマットフォーマットのこの黒いところで眉尻を描いて、眉頭はこっちのグレーのところでぼかしていきます。はい、眉毛はこんな感じです。さっきと同じパレットのこの部分を使ってノーズシャドウを入れていきます。シャンメイクのシェーディングパウダーでシェーディングを入れていきます。次に MAC のミネラライズブラッシュウォームソールでチークを入れていきます。アイシャドウが濃いのでチークはこのぐらい薄めがおすすめです。リセのイルミネートパウダーでハイライトを入れていきます。ファシオのグッドカールマスカラロングタイプを使っていきます。メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティックモードバーガンディを塗っていきます。こんな感じでメイク完成です。Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.ということで今回のメイクはこんな感じになりました。秋メイクを紹介してほしいっていうリクエストだいぶもらっていたので、今回は秋に似合うようなメイクにしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。今日私的ポイントのこのアイシャドウもすごい可愛い色なので、
ぜひ皆さんもマック行った時に試してみてください。今回はこんな感じで秋に似合うボルドーメイクをご紹介しました。少しでも参考になれればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。